はい、今日は、悪質コメントをしてくるやつに物申す。そういうね、悪質コメント、例えば、前回のは、年相応の髪型をした方がいいよ。年相応の洋服を着た方がいいよ。そしてしまいには顔が残念すぎる。ありがとう。確かに。自分でも分かってます、顔が残念なのは。だけど、なんで髪型とか洋服までお前に指示されなきゃいけないの？自分がそういうのが嫌いなら着なきゃいい話で、私が何着ようが、どういう前髪パッツンにしようが、あなたの人生に何か関わり持ちますっていう話ですよ。なので、もうね、そういうさ、見て、私もそういうのは、一応、コメントが来たら見るじゃないですか。見て、もうくだらないなと思って、もう、できないやつのやきもち、YouTube とかさ、こういう、なんかこう、冒険ができないやつの、やきもちとしか思えないので、そういうくだらないコメントは、削除してブロックするんだけど、もうそういうさ、手間もさ、めんどくさいから、ほんとくだらないコメントをしてくるのやめてくれないかな。まあ、一生なくならないとは思うんだけど、YouTube やってる以上はね。でもね、それ削除したりするのも面倒なんだよ。だから、ほんとやめてほしい。あなたの、私は、心がじゃない。顔が残念かもしれないけど、そうやって一生懸命さ、人の悪口を言うためにコメントを入れてるあなたは心が残念なんですよ。なので、そんなさ、くだらないコメント一生懸命さ、考えて打とうと思ってないで、4文字熟語を一つ覚えたり、なんか漢字の一つでも覚えてくださいよっていう話。まったに。